今までの人生で命の危機を感じるような大きな事故、病気などはありましたか？私これは覚えてないんですけど、私がちっちゃい時、2歳とか3歳の時に、あの家族と親戚でキャンプに行ったらしくて、なんかそのキャンプが、なんかある程度こう丘っていうか崖みたいなところの上でみんなでキャンプをしてたら、ちょっと目を離した隙に、私がなんかそのタタタタタってこう歩いて行って、そのまま崖に落ちたらしくて、お母さんが気づいた時にもういなくて、その場に。で、ああ、どうしようと思って、はって下見たら、下のなんかドブみたいな底にすごい落ち葉が溜まってたらしくて、その時秋だったので、で、その落ち葉の真上に私がちょうど落ちてたらしくて、そのすごい高さで、もう多分その側溝にはまってなかったらまず死んでたし、落ち葉なくても死んでたんですけど、その二つがあったおかげで、なんか無傷で、真顔で落ちてたっていうエピソードがあったので、もしそれが、あの、何かが欠けてたら、死んでたって考えると、それが命を感じるような大きな事故だったかな、思います。無傷だったんですけどね。すごい怖いなって思いました。はい。女性でも大人向けの動画を見たりしますか？これはね、本当に多分人によるんだろうけど、私はまず見る習慣はなくて、もう高校生になると、やっぱりこう、それなりに、なんて言うんだろう、そういう話がたくさん女子の中でも出てくるから、友達に、見ろって言われて一緒に見たことはあります。でも今は楽しかった思い出なんですけど、何見たんだって。なんかね、それはちょうど確か、なんかすっごいそれもマイナーなやつを友達が持ってきてて、なんか人妻が、なんか旦那さんが会社に行っている間に、なんか義理のお父さんかな？義理のお父さんに襲われるっていう。なんかなんでそんなものを選んだんだろうってチョイスなんですけど、それを見たかな。はい。っていうのが、こう、時に、しかもそれを、なんか部活中の教室で見て、なんか何考えてんだろうって今はだったら思うんですけど、それがすごいハラハラして、ドキドキして、なっていう。しかもなんか全く教室とかと関係ない人妻の動画を見るっていうことがありましたね。でも、普通に多分見てる人は見てると思います。はい。はい、というわけで寿司部屋でした。私とお友達になってくださる方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あと質問もお待ちしております。